おはこんばんちは、土屋だよ。今日はアスカシャードで網投げ大会するって聞いて、見学に来ているよ。場所は、バッカニアーズ殿です。白網をひたすら投げ込み、出現したモンスターと戦うのですが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、伝説の遠網、通称白網は、普通の投げ網と同様に、様々な海洋生物も、登場するほか、リバイアさん、というもんが出てきます。そしてスカリスとかオシリドンとか呼ばれてるのも出てきます。つまり、死ねる。しかも私、アスカシャードで生まれたまんま、スキル育ってないぞー、な状態。一応、ソーサラーアーマーセット装備で、来ていますが、銀行に5系ほどしかないので、保険金は1回分しか出ない。つまり、1回死んだら、戦線離脱しないと、今後のアスカでの生活がきつくなる。うまく撮影できるかドッキドキ、死なずにできるわけはないと思うけどね。灰色世界じゃなく、カラーで少しでも撮影できるといいな。という感じの戦いを一人していました。怖い。そして、重い。動きが重い。重力が。最前線に行くと、身動き取れなさそうだな。でも、見たいから行く。お、も、い、よー。あ、リバイアさんじゃないですか、やったー。撮影成功。ふ、喜んだ瞬間、このざまだよ。ふう、何回死んだろうか。もう覚えてない。銀行の金は尽きたので、装備銀行に預けてきてローブしか身につけてないわー。さらにこれは死ぬわー。死ぬに決まってるわー。おお、救護隊がいらっしゃるじゃないですかー。素敵だふ。もう、何回死んだか数えちゃおうかな。それはそれで面白そうだな。イベント中、蘇生や回復してくださった方々、本当にありがとうございます。やっぱあれだ、ローブだけってのは、すぐに転がされる。なんでもいいから、装備を身につけなくては。ヘビニョロタン。君、装備持ってないかい？武器でもいいよ。来年の干支じゃないか、服をくれたまえ。って感じで、蛇の死体を漁って装備を固めてみたよ。
保険金かき集めたいので、もちろんお金もいただきます。あ、おしりどんの死体だ。アサロー。いい防具あるかなぁ。ガサゴソ。お、これは。良いフィット感である。なんか、パワーがみなぎってくるよ。よーし、お尻ドンニアをブスブス打ち込みに行っちゃうぞ。アスカの月矢は、地味も使えちゃうんだぞー。スキル値40代だけどなふう、何回死んだかなぁ。蘇生回復ありがとうございます。それにしても試行錯誤の自分好みの、スキル構成を完成させているベテランさんと、育ってないキャラでも一緒に遊べる、ウルティマオンラインは、楽しいね。